みんな旅してる？どうもしげです。カナダ、トロント、もはやニューヨーク、大都会すぎ。それではスタート。カナダ最大都市トロントのユニオンステーションに到着。さすがカナダ最大都市、大都会ですね。奥に見えているあれが有名な CN タワーですね。もう遅いから軽く飲んでから宿に向かおうと思います。カナダは楽天モバイル使えるんだけどデータ切れそうなので1ギガ追加購入。モントリオールも十分都会だなと思ったけど、トロントは別格だね。超大都会じゃん。ちょっとこれはマジで尋常じゃないわ。東京よりも高層ビル群すごいんじゃない？ユニオンステーションすぐ近くのジャックアスターズというバー、かなりの有名店らしいので行ってみよう。大都会を眺められるテラスに着席。一杯目、ローカルビアラというミルストリートオリジナルオーガニック。約6時間の鉄道旅の後だからビールしみる。あっさりめだけどキレがあってガツンとくるビール。おすすめと書いてあったホーリースモーク BBQ バーガー、また邪悪な見た目してやがるな。肉肉しいパテにカリカリのフライドオニオン、いい香りのスモークベーコンに甘じょっぱい BBQ ソースでビール飲まずには食えない僕。パテダブルじゃん。そりゃ肉肉しいよね。バンズはクロワッサンみたいに薄めで軽くてめっちゃ食べやすくて、フライドオニオンのカリカリ食感がめっちゃいいアクセント。細めで外サクサクのフライドポテトも中は芋感感じられてうまいやつ。バーガーポテトで重くなってきた時は別添いで運ばれたピクルスクーと浅漬けでめっちゃさっぱりしてうめえ。これもっとくんねえかな。2杯目はモルソンのその名の通りキャナリアンビア。ほんのりコクもあるけどややあっさりめ、キレもそんなになくてまとまってるビール。昼サラダだったからバーガーポテト頼んだんだけど、よくよく考えたら昨日の夜プーティンっていう超邪悪なフライドポテト食ったばっかだったわ。ごちそうさまでした。死ぬほど腹いっぱい。宿に向かう鉄道1時間に1本なので急いで駅に戻ります。最悪、ギリ間に合わなくて無情にも電車行ってしまったっぽいわ。1時間後だわ次。マジか。愚痴聞いて。券売機2つあって右側がアウトオブオーダーで使えなくなってて、左側に人がいたから待ってて、かつ俺が買うときちょっとやり方わからなくて手間取ってたら電車行っちまった。マジで多分数秒間に合わなかったわ。最悪。1時間に1本の列車乗り遅れるとはね。ありがたいことに机あったのでここでしばらく作業します。1時間ぶりの宿方面の列車、今度こそこれに乗り込みます。車両にもよるのかもしれないけど、俺が乗ったところは向かい合わせの4人席。21時34分トロントユニオンステーションを出発。マルトンという駅で下車しました。ここからバスに乗り換えて宿に向かいます。そもそもなんでこんな郊外まで移動してるかっていうと、中心街の宿高すぎて泊まれないんだよね。カナダの宿マジで高すぎるわ。どうなってんの。42番バスこれでしょう。多分1回4ドルクレカのタッチ決済で払いました。宿最寄りのバス停で下車しました。ここから数分歩いてホテルへ向かいます。遠いね。到着しました。ヒルトン系のバジェットホテル、トゥルホテル。チェックインしました。キングベッドルーム。
ヒルトンのバジェット系ブランドなのでカジュアルなデザイン。それでも1泊3万円弱するからね。バスルームはとっても清潔で広々してます。シャワールームも広いですね。壁に固定式。トロントピアソン空港のすぐそばなので飛行機の離発着を見ることもできます。作業用のデスクがあって Wi-Fi のスピードはぼちぼち。明日はトロントでのんびりします。おやすみなさい。おはようございます。まずはトロントの中心街へ向かいます。42番バスが到着したのでこれに乗って駅へまず向かいます。マルトン駅のバス停で下車。昼間はめちゃくちゃ車止まってんな。およそ1時間かけて市街地へ。通勤中のサラリーマンに戻った気分。チケット買わなくてもクレカのタッチ決済でそのまま乗れるんだ。ユニオンステーション行きの GO が到着したのでこれに乗っていきます。ユニオンステーションに到着。まずは昼飯食いに行こう。相変わらずはちゃめちゃ都会ですね。すげえなこの高層ビル群。フェアモントロイヤルヨークってホテルもよく見たらすごいね。宮殿みたいじゃん。今日も来ました CN タワー。高さなんと553メートル。完成したのはおよそ50年前、1976年なんだって。今日は Google マップで見つけたエビーバで優雅なランチといきますか。天井も高くて広々、すごい開放的な店内。飲み物はブリューダーカフィー。いただきます。アトランティック、大西洋のスモークサーモンのエッグベネディクト。スモークサーモン、マフィンの端までたっぷり乗っててすんげえいい香り。卵の黄身もトロットロでうまい。サイドサラダが結構たっぷりついてるのも嬉しいね。角切りのザクザクフライドポテトもたっぷりだからボリュームも問題なし。バランスよくて量もちょうどよかった。ごちそうさまでした。腹ごしらえも済んだので市内中心部をブラブラしながらのんびり過ごしたいと思います。この辺りのマンションもすごくない？六本木ヒルズ級の建物がバンバン立ってるよ。 CN タワーのすぐ目の前にあるのはラウンドハウスパーク。トロントレイルウェイミュージアムという鉄道博物館になっているようです。ここから振り返った景色見てよ。スーパー大都会からの CN タワー。スティームウィストルブリューイング、ブルワリーもあってうめえビールが飲めそうです。 CN タワーのすぐ隣にあるのはロジャーズセンターというスタジアム。現役の菊池雄星投手をはじめ数多くの日本人選手も在籍したブルージェイズのホームスタジアムだそうです。メジャーリーグってアメリカだけだと思いがちだけどカナダのチームもあるんだよね。 CN タワー近くで見るとマジすげえな。かなり高いけど後で登りに来ようかね。ヤンキースのユニフォーム着てる人も歩いてるからもしかして今日ブルージェイズ対ヤンキースの試合あんのかもね。カナダって大自然のイメージあると思うけどトロントだけはマジモンの大都会だわ。改めてじっくり見るユニオンステーション、巨大な宮殿みたいですね。カナダの超有名コーヒーチェーンティム・ホートンズ。バンクーバーの視聴者さんにギフトカードをもらったので入ってみよう。広々した店内、コーヒーのほかドーナツもすごい有名らしい。あとサンドイッチなど軽食類も販売してます。 Wi-Fi もつながって何よりコーヒー安い。コールドブリューミディアム。しばらく作業しながらこもってました。再び街歩きを再開。この辺りはニューヨークマンハッタンですって言っても全然バレなそうだよね。いやーマジですげーわ。大したもんだよこれ。ほんと時計台が美しい建物はトロントオールドシティホール。オールドシティホールのすぐ隣にあるのがネイサン・フィリップススクエア。トロントの中心ともいえる広場だそうです。コンクリートの広場の周りを近代的な高層ビルが囲み、中央の巨大な噴水の先にはどでかいトロントサイン。
モダンな高層ビルをバックにしたオールドシティホールも味がありますね。ちなみにこちらが現在のシティホールだそうです。いやーマジで世界にはまだまだ知らない街が溢れてるな。噴水の目の前にはサインを上から見渡せる遊歩道もありました。以上、トロントに来たら必ず写真を撮りたい撮影スポットでした。 CF トロント、イートンセンター、トロントでも一番有名なショッピングモールらしいです。おいおい待ってくれよ、確かにこいつはなかなかすげーショッピングセンターだな。上下左右いろんな有名店が入っとるようですよ。地上だけじゃなく地下も含めて複雑につながってるみたいです。イートンセンターを抜けてもう少し進んでいくと、たくさんのネオンが光り輝くヤングダンダススクエア、ニューヨークでいうところのタイムズスクエア的な場所らしいです。トロント都会すぎてもうお腹いっぱいですね。もうすぐ日没だからCN タワー登りに行きますか。 CN タワーの展望台は2種類あるらしいんだけど、上の方はめっちゃ高いらしいから下の方のあのでっかい展望台に行きたいと思います。トロントはアメリカも含めた北米全体でも第4位の大都市だそうです。 CN タワー登ろうと思ったけど予定変更、ちょうど今からブルージェイズ対ヤンキース始まるらしいから観戦するわ。チケットはこのようにマップなどを見ながらその場で値段も知れて購入することができます。ネットでサクッとブルージェイズ戦のチケット購入完了。もう試合始まってるので早速入場していこう。シアトルではショルダーバッグ持ち込めなかったんだけど、トロントでは OK でした。例のごとくスタジアム飯とピーエアを調達してさっさと席へ向かおう。めっちゃ迷ったけどまずはホットドッグ買います。それにしてもすげえ列。カナダドルってことを考えるとアメリカで買うよりはだいぶ割安な気がしますね。エンゼルスタジアムよりも全然混んでて、ホットドッグ買うのマジ大変。てか後ろの2人うるせえ。ついにホットドッグとこの店でビールゲット、席に向かおうと思ったら、ホットドッグのケチャップとマスタードのためにまだこんなに並ばなきゃダメだった。クソ。試合開始からおよそ1時間、ようやく座れました。セクション523、17列の21番シート、試合がよく見えるバックネット裏側のすごく遠い上の方の席。もうすでに4階の表になっちゃってる。ようやく食える。スタジアムといったらこれ、ホットドッグいただきます。ホットドッグのお供にビアもいただきます。ウィートビア、甘くてミルキー、ジュースみたいでめちゃくちゃ飲みやすい。ロジャーズスタジアムの困ったところがドリンクホルダーがどこにもね、ビールの置きどころに困るぜ。メジャーリーグはイニング間もいろんなイベントやってて飽きさせないようにしてるのが面白いよね。残念ながら本日は菊池雄星投手の先発日ではありません。最上段はすごい安いんだけど、試合の流れは結構はっきり見えるから嫌いじゃないです。スタジアムのすぐ隣にある CN タワーももちろんバッチリ。やっぱりトロントといえばミル ST ブルワリーで買いますか。2杯目、オーガニックラガーを無事購入。ラガーとはいえあっさりめでちょいミルキー、全くガツンと感はない飲みやすいビール。やっぱりピッツァでしょうということでピッツァのオーバー並びます。ペパロニピッツァのスライス買いました。結構でかい。やはりジャンキーといえばペパロニ、ペパロニこそが正義。
帰りの鉄道の時間と混雑を考えるとこのタイミングしかないので少し早いけど帰ります。ナイス。スポーツ観戦すると現地の人の地元愛が見れるから楽しいよね。いや、居酒屋代わりにベースボールスタジアム最高だったな。見よ、このトロントの夜景。ユニオンステーション到着。昨日みたいには絶対に乗り遅れねえぞ。今夜は乗り遅れないようにクレカのタッチ決済使ってみよう。 OK、 アクセプテッド。21時34発の号はこれですね。間に合った。全世界にクレカタッチ決済広まってくれ。なぜかまた少し早め、21時33分にトロントユニオンステーション出発。マルトン駅に到着。またバスに乗り換えなんだけど少し遅れたから、あれはもう乗れねえかな。クソ頑張ってダッシュしてなんとか間に合いました。宿最寄りのバス停で下車。こっから歩いて宿に帰ります。今夜も無事宿に帰ってきました。動画一本出したいのでこれから編集頑張ります。 Wi-Fi のアップロードがくっそ遅くて動画の公開朝の6時半過ぎちゃった。ねえみー、おやすみなさい。おはようございます。寝不足です。今日も1時間かけて中心街へ向かいます。42番バスが到着したので駅へ向かいます。この辺りはインド人の方がとても多いですね。毎度おなじみ4に乗ってダウンタウンへ向かいます。楽天モバイルのデータ切れそうなので1ギガ追加購入。今日も元気にユニオンステーション到着。まずはランチ食いに行きます。ホッケーホールオブフェイムというカナダの国技アイスホッケーの有名な建物だそうです。トロントの有名な市場セントローレンスマーケット。なかなか味のある赤レンガの建物。早速中に入ってみよう。すごく天井が広い開放的なマーケット。そして中は思ったよりモダンで清潔。カナダのうまそうな肉が各種たっぷりずらっと何店舗も並んでる。おお、パンはかなりでっかいね。シーフードもすごいいろんな種類たくさんあるね。マイクズフィッシュマーケットオイスターバーって書いてあって、買ったシーフードその場で食べられるらしいので行ってみよう。量り売りのロブスター、うわーめっちゃいっぱいあるよ。小さいのあったら食いたいんだけどな。いくらぐらいで食えんだろう。ロブスターが食えるってことでちょっと一番小さいのを見せてもらってんだけど、ちょっとうわー、ちょっとここで、うわー、ワンパウンドがこれだって。ワンパウンド25ドル。ワンパウンドこれ25ドルってめっちゃ安いよね。これ食おうかな。オイスターも何個かあるってことでいくつか選んで食ってみようか。すべてカナダの東海岸で取れたという牡蠣4ついただきます。塩っ気強い、ソルティー、さっぱり系でソルティーだけど旨味がしっかりして、うまいわ。クリーミーさはそんなないんだけど少し味が濃厚になってうまいね。最後、その名もキングコングというこのでっけえ牡蠣で締めよう。うー、全体的にあっさり系でかなりソルティー、酒が飲みたくなる味で俺好み、うまい。市場で1個からサクッと食えるオイスター最高だよね。嬉しいな。丸ごと1匹塩ゆでロブスター1パウンド、うまそう。ゆでたてだからまだ熱い。うー、これいただきます。うーん、マジかよ、身プリプリで最高なんだが。これ25ドルは安すぎる。店で食ったらいくらすんだ。うん、うん、ちゃんと切り込みも入れてくれてるから爪の先まで食えて嬉しい。うん、最高。ロブスター丸ごと1匹食えて大満足。うまかった、ごちそうさまでした。ちなみにオイスターロブスターのほかキングクラブムール貝アサリ
フィッシュフィレ、エビなどが食べられるそうです。カルーセルベーカリーのピーミールベーコンっていうのが有名らしいので食べてみよう。キャッシュオンリーなので要注意。ソースの種類はこれだけあるようです。メープルマスタードがおすすめだそう。ピーミールベーコンサンドのソースはおすすめ。ハニーマスタード買ってきましたよ。バンズは素朴で少し固めの給食のパンみたいなやつ。あっさり塩味で少し柔らかいピーミールベーコンなるものが結構間に挟まってて、ハニーマスタードとの相性がまた抜群だね。うまいわ。腹ごしらえも済んだので昨日回りきれなかったところを少しブラブラしてみたいと思います。15分ほど歩いてディスティラリー地区にやってきました。ウイスキーの醸造所跡地を再開発した場所らしくて、赤レンガの建物が並ぶおしゃれスポットなんだって。今風のナウい感じの店も立ち並んでて、横浜感のあるおしゃれ赤レンガ街って感じかな。この時計台なんかもいい味出してますね。オンタリオスプリングウォール酒カンパニー泉。オンタリオ湖沿いをダウンタウンに向かって戻ってるんですが、この辺りは新しいマンションばっかりだな。カナダの超有名コーヒーチェーンティム・ホートンズ入ります。かなりこじんまりした店。コールドブルー M サイズ 3.14 ドル。街歩きを再開。オンタリオ湖沿いを歩いていきます。フェリーターミナルからオンタリオ湖上に浮かぶトロントアイランズに行けるようなので行ってみようか。時刻表かなりたくさんフェリー出てるみたいですね。島は3つあって全島共通で運賃は往復 9.11 ドルみたい。 1,2,3 個の航路に分かれているようで、俺は今回この真ん中のところに行きます。17時20分発センターアイランド行きのフェリー5分前、17時15分に乗り込み開始。船内なかなか雰囲気ありますね。ただみんな上に行ったので1階は誰もいません。2階には外向きにベンチがたくさん置いてあって景色を楽しむことができます。目の前に見えているトロントアイランドに向かいます。近いのであっという間ですね。17時21分港を出港。トロント目の前に広がるオンタリオ湖のんびりと進んでいきます。移りゆくトロントの高層ビル群、圧巻ですね。 CN タワーでけー。この景色見れて往復わずか約1000円って激安じゃない。あっという間にトロントアイランズが近づいてきました。まもなく到着です。わずか約10分、あっという間。気軽に来れていいですね。センターアイランド上陸。帰りは18時20分に乗りたいので約45分パパッと楽しみます。島の反対側南側まで800メートルぐらいなので行ってみよう。しかし全然時間ねえな。超絶綺麗に整備された美しい公園となっております。カナダ国旗はためくのどかな橋を渡っていきます。島南側のビーチエリアに到着。ビーチハウス、海の家なんかもあって夏はたくさんの人で盛り上がるそうです。景色の良さそうな桟橋があるから先端まで行ってみよう。島南端桟橋の先端に到着。ここからの眺めは、うーわー、オンタリオ湖広っ。対岸ほとんど見えないじゃん。結構こう波立ってて、これもはや海じゃね？湖って言われなきゃ海じゃね？波しっかりと打ち付けてるもんね。進撃の巨人の世界でこれが海ですって言われたら、あ、これが海なんだって信じちゃうよ。結構広いビーチもあるから海がないトロントにとってはとっても貴重なレジャースポットだね。帰りのフェリーまで30分切ってるので急いでターミナルへ戻ります。飲食店などもたくさんあるようだから本来はもっとのんびりするといいと思います。でももうこの季節は割と閉まっちゃってるのかな。夏に来るのが一番いいんだろうね。最後 Google マップでスカイラインビューって書いてあるあの辺りに行ってみよう。
なんといってもオンタリオ湖の対岸から眺めるトロントのダウンタウンが一番の目玉ですね。 CN タワーを頂点とするダウンタウンの高層ビル群、絶景ですね。夜来たらきっと夜景もとっても美しいことでしょう。ちょうどお帰りの船、あれかな、港に入ってきたようです。18時20分過ぎ、センターアイランドを無事出港。やっぱり相変わらずこの船からのトロントの景色が圧巻。ちょうど夕暮れ時のとても美しい時間ですね。お手頃価格なので晴れた日にぜひ皆さんもこのフェリーに乗ってみてください。最後はあの CN タワーの展望台へ行きたいと思います。帰りも10分ほどで無事港に到着。ターミナルから CN タワーまでまた1キロぐらい歩きたいと思います。トロントは単純な直方体ではなく一工夫したデザインの高層ビルが多いですね。 CN タワー展望台は2つありますが、上の小さい方はより高額なので下の大きいメインの方に行きたいと思います。この時間チケットブース少し並んでますね。チケットはネットで買って税込み 50.85 ドルでした。入り口の列は手荷物検査でした。10分15分ぐらい待ったかな。それではエレベーターに乗って展望台へ向かっていく。エレベーターに乗ってメインの展望台に到着。その眺めはなんという高さだ。トロントの高層ビルでさえもはるか下に見えます。現在いるメインの展望台ですら高さ346メートル、東京タワーより高いらしいです。360度、全方位ガラス張りの窓で覆われています。今夜もヤンキース戦が行われているロジャーズセンター、なんと屋根が覆われていて試合が見えない。しかしこれはとんでもない夜景だね。5000円超え、高いけどその分すげえわ。どの方角をとってもとにかく夜景がすげえよ。トロントも街広いな。いやーマジですごいわ。あれだけ高層ビルだらけのトロントだったのに、それでも全部のビルが下に見える。真下に見えるのが今まで何度も使っているユニオンステーション。そしてそのユニオンステーションの目の前に広がるのが中心街ダウンタウン。もはやただぼーっとこの高層ビル群を見てるだけでも楽しい。先ほどまでいた湖近くのハーバーエリア、こっちも高いビルがほんとたくさん建ってます。十分楽しんだからそろそろ夕飯食いに行きますか。エレベーターで下界に降りてきました。肉食いに行きます。アメリカの都市に比べると夜もダウンタウンだいぶ安全な気がするね。北米では有名なステーキチェーンだというザ・ケグ行ってみよう。1杯目は地元オンタリオ州クリーモアスプリングスのプレミアムラガー。暗くてよく見えないけど色の濃さが示す通り少し香ばしさがある。でもコクはなくてあっさりしてて飲みやすいビール。暗くてムーディーなバーラウンジエリアに座ってます。まずブレッドが運ばれてきたんだけどなかなかでけえな。パン熱々でこのふわふわのホイップクリームガーリックバターにつけてくるとめちゃくちゃうめえ。プライムリブ14オンス約 400g がきました。うまそう。かなり分厚いのにナイフでスーッと切れる柔らかさ。ホースラディッシュ乗せてソースかけて食うと最高。付け合わせのフライドオニオンがカリカリサクサクでいいアクセント。付け合わせはフレッシュベジタブルをお願いしたけどグリルドベジタブルが来たみたい。でもうまいからオールオッケーです。2杯目は地元オンタリオ州ナイアガラのジャクソントリグスというメルロー。
黒だから結構重いんだけど、香りが軽やかなのと口当たりがまろやかだからスイスイと飲めるね。約 400g あっても赤身だし柔らかかったからペロッと食い切れました。ごちそうさまでした。うまかったね。1時間に1本の帰りの電車が迫ってるのでユニオンステーションへ急ぎます。もはやみんな大好きユニオンステーションへ、今夜もギリギリ間に合いそうです。もはや愛着すら湧いてきた。GO の列車に乗って宿へ帰ります。毎度おなじみ42番バスが到着、これに乗って帰ります。ディクシーロードで下車、毎日の通勤お疲れ様でした。はい、今夜も無事宿に帰ってきました。明日はナイアガラの滝へ移動します。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。宿をチェックアウトしました。これからナイアガラの滝へ向かいます。宿近くのバス停からまずバスに乗って駅まで向かいます。およそ1時間乗って41st Street というところで下車しました。バス停から100メートルほど歩いてロングブランチステーションへ。ナイアガラの滝まで片道 20.2 ドルでした。 GO という会社のでっかい鉄道に乗って移動します。また40分ほど乗ってバーリントンという駅へ向かいます。トロントの中心地ユニオンステーションからなら乗り換えしなくてもメガバス1本でビクトリアの滝まで行けます。バーリントンステーションに到着。バスに乗り換えてナイアガラの滝へ向かいます。2階建てで結構広々快適なバスです。13時57分、バーリントン駅を出発。ナイアガラの滝がある町、ナイアガラフォールズのバス停に到着。今回はここまで。次回ナイアガラの滝編お楽しみに。トロントからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。